皆さんこんばんは、 MK です。マインクラフトパート288やっていきましょう。今回はウーパールーパーのお家完成までやっていきたいと思います。そう、皆さん前回の動画はもう見ていただけましたでしょうか？まだ見ていない方はぜひそちらから見てほしいんですけど、 MK さんは上を歩けるタイプのウーパールーパーの水槽を作ったんですよね。今回はこれを囲うようなウーパールーパーの顔を作っていきたいと思います。で、まあ土台からしてわかる通り、今回は黄色のウーパールーパーでやっていきましょう。本当はピンクでやりたかったんですけど、ピンクのウーパールーパーだとうまい感じのコンクリートブロックがなかったんですよね。で、なんかピンクのウールでやろうかなとかも思ったんですけど、ウールだとなんかあんまり綺麗にならなかったので、今回は作りやすい黄色でやっていきたいと思います。白っていう手もあったな、今思いついたけど、まあいいや今回は黄色にしていきましょう。で、ウーパールーパーの顔は縦が5ですので、結構簡単にパパッといけると思います。コンクリートブロックの数も今までよりは少ないですので、作りやすいんじゃないでしょうか。ぜひ皆さんも真似してやってみてください。高さとしてはここまでですね。一旦ちょっと前から見てみましょう。かわいい、もうかわいい。で、こっからヒレみたいなのが出てくるんですけど、それはまあ後でやるとして、はい、こちら足場ブロック8個じゃ足りないよ。あ、8個でもいいか、まあいいんだここにパンパンパンと重ねて、まずは黄色のコンクリートを終わらせてしまいましょう。いったそう、コンクリートブロックね、 MK さんこのモブの顔作りぐらいにしか使わないんですけど、普段の建築とかにもなんか使いたいよね。お城とか作るってなったらいいかもしんない。なんかいつか作りたいな、 MK 城なんかピーチ城みたいなさ、 MK 城作りたくないどういう感じにしようかなと言ってる間に夜なんで一回寝ましょうかクリーパーが出てきてここで爆発して、水槽がパーンと割れてウーパールーパーがやられちゃいましたが一番やばいので、最悪の想定を免れるために寝ましょう。ピュンなんかたまにはさ、こういうとこで寝ようか。MK さんいつもわざわざお家、あー、これはないんだねここにはベッドがないんだね。はい、じゃあ金色のお家で寝ていきましょう。寝心地がいい周りを金に囲われて寝るというね、なかなかできない体験をしましたが、出れない、出れない、 OK 出れたなんかさ、このドアさ、いつも思うんだけどさ、ちょっと不便だよね。だってここが感圧板なわけだ。でも実際に出るのはこのマスなわけだ。ちょっとこれあれだよねマイクラさん改善してほしいな。感圧板ここにも置けるようにしてくれればいいのに。まあでもそれだとちょっとあれなのかな。なんかね、いつも思う、これやりづらいなってまあボタン式にしろよみたいな意見もあると思いますけども、まあとりあえず今回はね、こちら作っていきましょう。え、あ、いいのか、あ、いいんだよな、いいんだよな。ウーパールーパーは縦5だけど、ゾンビとか他のやつは縦8なんですよね。まあその分ウーパールーパーはヒレみたいなところが出ますので、そこもうまく作っていきましょう。まずは天井を塞いじゃいたいと思います。天井を塞ぐと結構中暗いかな。前回の動画見てくれた人はわかると思うんですけど、下にシーランタンを仕込んでいるのでそんなに暗くないかなとも思っておりますが、どうでしょうか。一旦中を見てみましょう。あ、そう、んー、ちょっと暗いねちょっとだけ暗いな。シーランタンを置く、ほい、四つ角置こうか、こんな感じ。まあ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 、これでとりあえず湧かなくなったんじゃないでしょうか。ここ置くとちょっと変だよね。ここは変だな。埋める？待って、ワンチャンあるな。ちょっと待てよ。ここは？ほい。ありっちゃあり。ありっちゃあり。いや、でもなしか。なし。なしだ。あー、やばい。ちょっとそれ取りたいんだけど。それ、ダメだ。それはもう諦めるしかない。自然消滅を待ちましょう。ほい。上に上がってきたりはしないよね。ジャンプすれば取れるとかもなしと。なんかさ、掃除機みたいなアイテムあればいいのに。そうすればこう、下に落ちたアイテムとかも拾えるよとか。ぜひどうでしょうか、マインクラフトさん。掃除機。掃除機、採用してください。そしたら今度は角というか、ヒレの部分を作っていきましょう。で、ここの部分はね、ちょっと見ながら行きましょうか。黄色のあなたを見て、薄いところが内側か。OK。
薄いところが内側で濃いところが外側、真ん中ぐらいがいいのでこの辺かな。で濃いのはテラコッタでやっていきましょう。で薄い濃いで一番上にオレンジ、こんな感じ。これをちょっと左右対称で作ってみましょう。こう来てこう来てこう来て、こう来てラストポンと。どうよ、まずこの時点で、あーいいね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 そしたらあれもう上終わったよな。上はもうやることないので、はしごは壊しちゃって、はしごじゃねえや、足場ブロックは壊しちゃっていいと思います。そしたら今度は横の部分作っていきましょう。もう一段後ろか、いやでもこんなもんだよな。そしたらこう来てこう来てこうこうで最後にオレンジをポンと。そしてこっからがちょっとシビアなんだけど、確かこれ濃い方から行くんだよな。濃い薄い濃いだったはず。濃い薄い、あ、じゃあ使うじゃん足場ちょっと MK さんしっかり、じゃあここ足場ブロックパンパンパンと立てまして、濃い薄い、で濃いで、う、ああれ合ってるよな、薄い、あれ合ってない、もしかして。ちょっと待った、ウーパールーパーの黄色ちゃん横見せて、横ちょっと横んとこ見してよ。薄、あーなるほど、薄い濃いで濃いが下になってんのか、なるほどねそれに気づいてなかった。はい、じゃあ全部回収しまして、上が薄い下が濃いで、こう来てもう一段上がってオレンジだな。はい、こうで、うわ頭いいね。こういうドット打ちできる人とかってすごくない？なんかよくドット絵とかってあるじゃないですか。マリオとかもそうですけど、まあ初代のマリオとかはあれですけどね、最近のマリオでもあのドット系の絵柄とかって出たりするじゃないですか。ああいうなんか今のさ絵とかをドットでこう描ける人やばくない？ MK さんにはそういうセンスが全くないです。はいいや普通ないよね。でもね、でここ薄い濃いでオレンジ色をポンと。いいよね、合ってるよね、左右対称になってる。そしたら最後ここの角を作っていきましょう。結構見た目いい感じだよね、本当にウーパールーパーみたい。でこう来てあっち側から登ろうかあんまり何個も何個も足場ブロック立ててもあれなので、でここが濃い薄い濃いできてるから、ここが薄いのほい、危ない濃いのオレンジ、 OK、これで完成だと思います。最後に真正面から見ていきましょうの前に、ちょっとここ扉つけたいな扉をつけたいので、 OK、 あれでいいよね、ダークオーク。 MK さんね、ドアはこのダークオークがお気に入りなんだけど、どうこれ一番良くない？ MK さんもダークオークばっかり使ってるよね、ドア。でもこれが一番おしゃれだと思うみんなの意見は？ダークオークのドアまだありますか？もうない？あれ？もうないかも。ダークオークのドアあったこれが一番いいよ。確か今までのね、モブの顔のお家ほとんどこれだと思う。あのここはね、雰囲気合わせて鉄にしております出かけてんだよな、いつも怖いんだよな。でこのクリーパーのところもほらダークオークで、 MK さんの顔はこっち側が入り口ですが、はい、ダークオーク、蜂の家もダークオークで、ゾンビもダークオーク、ほら結局ダークオークよ。はい、そしたら最後もダークオークポンと置いていきましょう。完璧で、中に入れば、ちゃんとウーパールーパーたちがいて、外から見るとほいほいほいで、おーや、かわいい、かわいくない？めっちゃかわいくない？これね、コンクリートの量とかも少なくて済みますし、テラコッタもこの黄色さえ手に入ればなんとかなりますので、ぜひ皆さんも作ってみてください。いいよこれ、これ丸パクリしていいよみんな、ほらこれ良くない？ちゃんとさ、あの壁を水槽にすると狭くなっちゃうから、地面を水槽にしてこう広々とした空間もちゃんと維持しつつ、見た目もおしゃれと、もう完璧パーペキよ
こっちの水族館もいいけど、こっちもこっちでありですね。はい、ということで今回はウーパールーパーのお家作ってみましたが、いかがでしたでしょうか。前に作ったこのウーパールーパーの水槽は問題がありましたので、まあこれもこれでおしゃれなんですけどね、ちょっとねこの右に寄っちゃうというイカとか熱帯魚がこっちにいるから右に寄っちゃうという問題がありましたので、今回作り直してみましたが、いかがでしたでしょうか。みんなどっちが好き、ぜひコメントで教えてください。形としてはね、この丸い水槽もおしゃれですけども、これはこの外観と中身のこれギミックがあるというね、ちょっとみんなのアンケート取りたいね。どっちが好きかコメント欄で書いていってください。そしてチャンネル登録と高評価も忘れずよろしくお願いします。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。